こんにちは。断捨離トレーナー講習生の野上理香です。私は50歳を前にいくつか悩みがあり、心を落ち着かせたいと思っていました。そんなある日、ネットで断捨離をすると運が良くなるという広告を見つけます。運が良くなれば、私の悩みも良い方向へ向かうかもしれない。そう思い、断捨離のメルマガに登録しました。メルマガを読んで断捨離をやってみたものの、なかなか思うように進みませんでした。そして、イライラ、モヤモヤも解消されない日々が続きます。しばらく経った頃に、メルマガに少人数で行われる実践コースの案内がありました。月に1回、半年間、少人数で山下秀子先生から直接指導を受けられる、こんな内容の講座でした。私は何の取り柄もなく、自分に自信がなく、いつも夫に引け目を感じていました。何か資格を取れば自分に自信が持てるかもしれないと、資格の教材を揃えたり、セミナーに行ったり、いろいろなものに手を出しましたが、お金だけ使って何も身になりませんでした。こんなこともあり、実践コースに申し込んでも、またお金だけ払って何も身にならないのではないかと不安でしたが、何か変わるかもしれない。そんな期待もあり、思い切って実践コースに申し込みました。実践コースでは、初めて断捨離の仲間に出会います。仲間と断捨離を話をするのがとても楽しく、仲間の断捨離を聞いていろいろ気づきをもらい、自分の断捨離も加速していきました。最初に私が取り組んだのはキッチンや洗面所の引き出しです。一見きれいに収まっている引き出し、中身を全部出してみると、コンビニでもらった箸やスプーン、ホテルでもらったアメニティグッズがパンパンに入っていました。毎回もらうのが当たり前。アメニティももらってこなければ損。そんな習慣が知らぬ間に物をどんどん増やしていたのです。それでもなんとか引き出しに収まっていたので、物が多いとか散らかっているという感覚はありませんでした。次に、自分のクローゼットに取り組みました。そこも引き出しと同様、きちんと収納されていたので、物が多いという感覚はありませんでした。クローゼットのものを全部出して、自分にとっての用的解を選び残していくのですが、自分の好きなものが分からず、一つか二つ捨てるのがやっとでした。しかし、全部出して物と向き合う。これを何度も何度も繰り返しやっていると、以前は必要だと思っていたものが急にいらなくなったり、自分の好きなものが分かったり、だんだん手放す速度が速くなっていきました。こうして断捨離が楽しくなってきた頃、突然父に多額の借金があることが発覚します。私はどうしていいか分からず、その時持っていた貯金を
全部貸してしまいました。私の貯金で何とかできる金額ではなかったけれど、家族だから貸すのが当たり前、貸さない娘は薄情だと思っていたのです。本当は貸したくありませんでした。でも貸してしまい、なんだか自分が借金を背負ってしまったかのような気持ちになり、この先どうしようと不安でいっぱいになりました。貸したのは自分なのに、何かにつけお金がないのは父のせい、父の借金さえなければと父を責め、自分が被害者意識でいっぱいでした。それでも断捨離を繰り返し学び実践していると、夫や父との関係に変化が現れてきました。夫に嫌われたくない一心で、自分の意見も言えず、何でも夫に合わせてきましたが、自分の気持ちを言えるようになり、夫との関係がどんどん良くなりました。父の借金問題も、父の課題と思えるようになり、自分がどうにかしなくてはという思いから解放され、心が軽くなりました。これは、父や夫が変わったわけではなく、私自身が断捨離で変わったのです。何でも自分に都合の悪いことは、すべて他者のせいにしていた自分にも気づきました。運が良くなるかも、と思って始めた断捨離ですが、断捨離で、いつの間にか私の悩みも、イライラ、モヤモヤも消えていました。私が断捨離で得たものは、ご機嫌な毎日、夫との楽しい生活、意識縁でつながった素敵な仲間、他にもたくさんあります。私は断捨離で人生が変わりました。断捨離に出会って本当に良かったです。あなたも断捨離をして、今よりもっとご機嫌な人生を手に入れませんか？最後まで動画をご覧いただき、どうもありがとうございます。